24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやってるフシダラと申します。さあ本日もね、進撃の巨人2ファイナルバトルの方を遊んでいきましょう。ですね、まあダウンロードコンテンツをいろいろ購入して、まあまだ全然やってないっていう感じなんですけど、この追加エピソードっていうのはがそうかな、このやらずの雨から2度目の勝利までが追加エピソードになってるんですけれども、この進撃知能学選手権、進撃の巨人に関する問題に知識で挑む座学戦、出題される問題に己の記憶力で挑戦せよというのがなんか面白そうなんで、ちょっとやってみようかなと。今回はこれですね、だから DLC をやってみようのコーナーでございます。またいつでも来い。連れていくのはもちろんダズ。あ、ダズになんかイベントが出てるぞ。クリスタっていいやつだよな。いつかの雪山の訓練ではあいつに迷惑をかけちゃったよ。ユミルにも世話になったんだよ。普通は見捨てるって言ったのか。そしたら俺死んでるんだが。クリスタ、それにユミル、あの訓練で同じ班だった2人には足を向けて寝られねえよ。そっか、ダズは気づいてないのかもしれないね。本当に助けてくれたのはユミルだって。さあそれでは行きましょう。この任務を引き受ける。これたださ、星7つなんだよな。いけるかな。まあ行ってみましょう。どういうことなんだろう。難しい問題が出るっていうことなのかな。さあ進撃の巨人知能学試験開始。問題が出題される任務に成功し知識を証明せよ。それ一応立っても、104期生で座学成績トップの兵士を仲間に加えろ。座学、ここを拠点にするよ。アルミンかな。どこだ。なに、こん中から探せってこと。むずくない。あ、アルミンいるぞ。オッケー。相手してやるか。オッケー、これアルミンだよね。ザワクトップ、オッケー。拠点を頼むぜ。アルミン入ってる。アルミンどこ。教官が一緒なんだから。あ、いたやばいやばい、時間かかっちゃう。アルミン頼むぜ。どこ行く。あ、オッケー、出題された問題の回答に成功。なるほどなるほど。真ん中か。リヴァイの部下で討伐補佐数トップ。やるしかねえだろ。討伐補佐トップ。やるなら。エルドか。軍トップ、討伐数トップが、いや、ゲルガーじゃない。ゲルガー違う。リヴァイ班じゃない。リヴァイの部下だもんね。オルオが討伐数がトップ。補佐数？補佐数ってあれじゃないの？エルドじゃないの？うわ、グンタか。グンタっぽさあるね。あ、やべ。やってやるよ。成功だね。グンタかな。討伐成功。グンタかの加入か。いや、エルドだと思ったんだけど俺は。エルドいる。
げる側ではないから。いや、ペトラか。あー、ペトラかもしんねえ。相手してやるか。うわー、どっちだろう。エルドじゃねえんだ。やったな。うわ、これペトラ。うわ、どっちだっけ。これでもミスっても大丈夫なのかな。ここは拠点にするよ。いや、これ大事な場面よ。うわー、 ペトラとグンタか。グンタ先にやられちゃったからペトラかな。ペトラさん、続いてもらえますか。了解するよ。お、当たってた。やった。そうだ、ペトラなんだ。補佐数ね。なるほど。立ててくれるか。やべ、ちょっと時間かかっちゃった。訓練成績上位者で最初に死亡した兵士を仲間に加えろ。うわ、ちょっと待って。トーマスかな。やるしかねえだろ。え、マルコは生きてたよ。ドーナツ成功。なんとかしねえと。あれ、ちょっと待って、マルコかこれ。誰？ミーナ、ミーナはトーマスの後。ミーナはトーマスの後。トーマスだな多分。あ、違う、訓練成績上位者か。ってことは上位 10人の中でってことか。あぶね、引っ掛けじゃねえか。当たった。引っ掛けだ。これマルコで、マルコだ多分。これはマルコだ。マルコ頼むぜ。一緒に行くぞ。オッケー、合ってる合ってる、間違えてないよとりあえず。やべ、結構引っ掛けなんだが。人の匂いを隠すを持つ仲間はミケ。ミケどこだ。こっちか。これ討伐数足りんのかな。なんとかしねえと。オッケー、これはミケ。ミケさん、お願いしますね。共に行く。オッケー。さあ次は、これは余裕だね。訓練兵団を首席で卒業した仲間を加えろ。ミカサだ。これでもあれか、相手してやるか。ナイスダンス。これ一応巨人全員倒すの。あ、いた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 、ミカサ。なんでこんな離れた位置にいるんだ、ミカサ。オッケー、ミカサ続いてくれるかい。どうこうしよう。オッケー、これで全ての問題、あ、これで終わり？全ての問題に成功よ。ついに成し遂げたのか、偉業を。勝利。やった。簡単だったな。いや、戦闘時間がただえぐいかかっちゃったよ。これで終わりか。なるほどね、その仲間にするキャラの
問題が出るみたいなやつだったってことね。進撃知能学選手権でしたけど、意外とちょっと意外と迷っちゃった。討伐補佐数はペトラなんだ。なんかね、エルドあたりだった気がしたんだけどね。補佐はペトラか。で、討伐数ナンバーワンがオルオさんもね。で、あと最初に戦死したのはっていうのが、成績上位10名の中でっていうくくりだとマルコってことね。そうじゃなかったら多分トーマスの方が早いよね。トーマス、ミーナ、そのあたりよなとか。ちょっと手こずりましたが、まあいけたということで、まあこれあれだね、 S ランクは多分、まあ、早めに怪盗仲間にして巨人を倒していけば取れるっていう感じなのかな。はい、ということでございまして、皆さんは分かったでしょうか。このクイズ簡単だったよっていう話ですけどね。あとだから周り側のね話とかがまだ全然ないところの進撃知能学選手権ですから、いやこれはね3が出ることを期待して今日はここでお別れにしましょう。進撃の巨人のね映画も始まりますので、皆さんも見たご感想等話に来てね。ということでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心にさまざまなゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカな、まさか、まだ上昇している。